こんにちは、アリティンチャンネルです。今回ですね、オレンジナのエアフランスのミニチュア飛行機コレクションを紹介したいと思います。はい、今回のラインナップはコンコルドです。おー、いいですね。はい、じゃじゃーん。おー、サントリーのオレンジナの、はい、おまけですね、景品です。おー、なんと2012年の販売で、もう10年前ですね。はい。で、今回は、最近ゲットしたのは、はい、じゃじゃーん、ラインナップの一番の、おー、コンコードです。ちっちゃくていいですね。はい、ラインナップは全部6種類です。ちょっと今、集めようとしてます。はい。まず、1個目は、はい、コンコードです。ミニチュア飛行機コレクションですね。はい、後ろは、はい、ここは、おー、ラインナップです、全部。おー、いいですね。はい、あ、コンコルドは一番最後か。最後のラインナップですね。はい、おー、では、じゃあ、はい。じゃじゃーん、おー。はい、まず、おー、組み立て図です。イェーおー、デザイン上で、あ、違う、組み立て図じゃない、注意事項ですね。気をつけてくださいということで、はい、オレンジナの広告ですね。はい、今回はエアフランスのミニチュア飛行機コレクションです。あー、おー、いいですね。裏はお無料航空券当たる。おー、いいですね。はい、ではじゃーん、おー、コンコルドです。あ、かわいい、ちっちゃくてかわいい。もう旅客機とあれスタンドだけですね。はい、はい、で取り出します。おー、コンコードです。イエー、エアフランスのおコンコードです。超音速旅客機ですね。はい、いいですね。かわいい。おー、でもちゃんと塗装がよくできてるんですね、ちゃんと。おー、はい、もう全部前期待機されてるんですけれども、現在は、まあ、コンコードの次世代コンコードの開発を進められています。お、近いうちにまた超音速旅客機が誕生します。それにはJALも出資してるんですね。はい、でこれスタンドです。ではじゃあ取り付けましょう。おー、はい、じゃじゃーん、エアフランスのコンコルド旅客機です。いいですね、かわいい。ちっちゃいですけど、おサイズが、おでもよくできてますね。あ、景品としてはいいですね。あ、これで、あ、ラインナップ全部ちょっと集めたくなりますね。はい、お綺麗です。ではじゃあ今からターンテーブルで展示します。オレンジナのミニチュア飛行機コレクションのエアフランスのコンコルドです。おー、かわいいですね。形が鉛筆みたいですね。おー、でも超音速旅客機です。はい、では今からプチジュラマで展示します。空のプチジュラマです。今エアフランスのコンコルド旅客機が離陸したばかりですね、飛行中です。おー、かわいい。Thank you.
以上です。アリチンちゃんでした。今回はオランジナのエルフランスのミニチュア飛行機コレクションコンコルドを紹介しました。はい、じゃじゃーん。おー、サントリーのオランジナの、あ、はい、ジュースの、あ、景品です。昔の2012年の景品です。はい、いいですね。おー、エアフランスのミニチュア飛行機コレクションです。はい、これはオレンジナですね。はい、じゃじゃーん。おー、はい、エアフランスのコンコルドです。おー、超音速旅客機です。かっこいいですね。かわいい、いや、かっこいいというか、かわいいですね。おー、形状は本当に鉛筆みたいです。長細です。おー、この、うん、デルタウィングはいいですね。おー、エンジンが4つあります。お、下に、おー、ジェット、おー、今前期待機されています。あー、されましたですね。あー、あー、かわいい。まあ景品としてはクオリティがまんまかな。あー、ちょっとちっちゃいで、あー、あ、このサイズだと、うん、飾るのは一番いいですね。あいや、他もラインナップは全部6種類ですね。ちょっと、はい、他のラインナップも、あ、欲しくなりましたね。はい、ラインナップです。おー、エアバス A380。 おー、あとですね、あ、ボイ747-400です。いいですね。エアバス A300、 ボイン747です。おー、ちょっとこれからメルカリでもちょっと探して集めようと思ってます。はい、ということで、ではチャンネル登録お願いします。またね、バイバイ。